ライフキーパー4 Linux は設定に必要な操作をすべてメニューまたはアイコンから選択して行います。設定操作はウィザードに表示される項目を確認しながらマウスで選択していくだけです。キーボードからの入力はごくわずかです。完全対話式で設定が行えますので、設定に伴う入力ミスを排除することができます。待機サーバーへのクラスター設定は GUI ウィザードに従って操作するだけで、入力項目のチェックも行いながら実行されます。入力された項目が正しい値の時のみ次のステップへ進むことができます。リソース作成と動作環境チェックが同時に行われるため、設定完了後に動作不良となることがありません。監視対象サービスの追加は、すでに起動中のサービスを止めることなく、サービス稼働中に動的に行うことができます。サービス間の起動・停止の順序制御を行う依存関係設定もサービス稼働中に動的に行うことができます。ライフキーパーはハートビートの設定からアプリケーション監視・障害復旧設定・運用監視操作まで全ての操作が GUI から行え、HA システムの構築と運用を驚くほど簡単に、そして確実に行うことができる優れたソフトウェアです。